第3章、アーバラスルビー。うむ。移動。できません。できません。さらに旅を続けるのでした。何？小さな村に着きました。しかし汚い水だな。こんなのでは死ぬ。水辺に村人の死体があるはずだよ。せやな。人変える、マルコ。この水気持ち悪いね。飲むしかない。うん。泉のほとり。お？人変える。分録。俺の顔は2枚目だよな。そうかな。見る。シワシワ。まるで別人。ラバンバ。ローバ。大丈夫、足の顔に化粧つけるやつは。カラムーチョみてえだな。はよ泉に入るんじゃ。なぬ。ババ。ギャーおばんばだ。シムールが襲ってくる。誰？シムールって何？殺人熱風。へえ。大変だそれ。なんだ？お、あれマルコいねえじゃん。ありがとうよ。むむ。骨もろく崩れました。え、いいの？いいんだ。マルコを見捨ててバダフシャンに向かうのでした。着いた早々に捕らえられ、お城に連行されました。ええ、トイレットペーパーを食べてます。王様、うめえうめえ。ダメだこいつは。おだまりパシャイのスパイであろう。パシャイってなんだよ。おう、おうおうおう。星の数ほどバラスルビーが欲しい。あ、呪われてんのか。変な方が隠してありました。お、なんだ。向こうに見えるシギナン山から取れる。は、なんだ牢屋。お、
仕方なく寝るのでした。うん。分録。変な本ってなんだよ。お、夜食にした。食っちゃった。おはようさん。行きますか。行けない。呪いを解く手がかり。孤独の賢者に会いなさい。どこにいるかは知らん。バザール。うん。骨董品屋。みすぼらしい親父。果物屋。おっと。なんだ。なんでもなかった。変な親父。店のおじいさん。変な親父。寝ています。知らねえな。どうか教えてください。知らんのかい。参ったな。殴るか。ビシバシ。ついでだ。あ、ジジイ、できません。できない。おお、なんだい。さっきのやつじゃん。砂漠を北へ1、東へ2、南へ1。じゃあ東へ2だけでよくない？まあいいわ。なぬ。早く向こうへ行くざます。お、こんにちは。何か用ですか？あんちゃん、馬買わねえか？お金持ってません。わあ、あれ、竹馬取れる？砂漠。これで北に一どうのこうのってやつか。で南。リュウサ、おい、騙された。これ騙されたな。あ、木だ。はい、500年以上。砂砂砂。赤い羽取る。頭に刺しました。オウム、こんにちは。孤独の賢者知っとるけ。孤独の賢者知っとるぞ。木を殴れ。はい。手が腫れてきました。え、騙された。木。ほう。それがどうした？あっちへ行け。ダメだ。どこ行ったらいいんだ？東、東、北、木。白い木。リス。
お、こんにちは。うひょひょ、びっくりしたぜ。おう。そうよ。さっぱりさっちゃん。ん？はあ。何？なんか使うんかな。リュック荷物たけうま。リュックからチェーンソーを取り出し。なやそれ。悲鳴を上げる二人。泣いています。ポール&マキ。ポールマキ。紙ばかり食ってうめえうめえとしか言わねえぜ。他社員の神ルークの偶像を壊せば呪いは解ける。二人とも息絶えてしまいました。あ、ああパシャイ。なんだこれは。ミッサヤギだ。誰かいます。なんか見えます。誰かいます。ははは。うん。やぐら。ケニアがぶら下げられています。いい女。リュック荷物竹馬。無意味だよね。荷物。お、ランプ。おう、インド人。嫌です。殴った。さて、煙玉。おう、今だ。真っ白系の桶。マルコの女装姿。できない。気絶してんのか。おい、あら、やばいな。ホラーな。ああ、歯。歯じゃないわ。角だと思ったら目だった。突然口から火を吐いてぶっ倒れました。おい。と帰る。ルークがおかしいよ。ショック死。死んだ。うん。アイコンじゃねえか。神も人もみんな死んだ。
とは一緒だな。あ、許してやんのかい。うん。お。あれ、王妃がいねえ。はじめまして。むむ。文録。離婚した。マルコ。お。ちょっといい話じゃん。第三章刊。ああ、パスワードはこれだ。